か？はい、旅人さんたちにご協力いただきたい大事件が起きてしまったのです。これは緊急任務となります。旅人さん、昨晩流星群がありました。その範囲は広く、モンドとリーユへの周辺に影響を及ぼしました。落下した隕石には変わった力がありまして、触れたものを昏睡状態にしてしまうのです。非常に危険だと協会はそう判断しました。わあ、大変なことになってるみたいだな。我々にとってこういった状況は初めてです。そのため協会は多忙を極めており、それゆえ皆さんの協力が必要なのです。お待ちください、念のため。キャサリン、ユーヤ浄土の民よ。私の名を呼んだのはあなたかしら？あ、来てくれたんですね。またお会いしましたね、キャサリン様。うわ、このカラス話せるのか。驚く必要はありませんよ。我が親族よ。そのように顔を曇らせているのは、モンドの平和を脅かす罪深き者がまた現れたからかしら。旅人さん、こちらは冒険者協会モンド支部のメンバー、フィッシュルさんです。フィッシュルさん、オズさん、こちらが例の旅人さんです。ふーん、あなたがね。いい目をしているわ。セピロス騎士団の栄誉騎士様とその仲間のパイモン様、お会いできて光栄です。旅人、あなたも深き闇の結晶に裁きを下すつもりなの？え、闇？闇に裁きを下す？隕石という意味です。流星群の原因とその影響がまだ判明していないので、皆さんには二人一組で行動していただきたいのです。旅人さん、フィッシュルさん、身の安全を優先しつつ支え合いながら行動してください。それがキャサリンの願いなら聞いてあげなくもないわ。喜びなさい、この断罪の公女フィッシュルと共に旅できること、光栄に思うことね。こちらは我が主、異界ユーヤ浄土の公女フィッシュル様。私はその眷属のカラス、オズでございます。なんかすごそうだな。おいらはパイモン、こいつは旅人、よろしくな。徐々に分かってくると思います。フィッシュルさんと一緒にいれば。旅人のあなたがユーヤ浄土の凄さを知らないのは想定のうちだし、許してあげるわ。許す？よろしくという意味です。さっきから漫才してるみたいだな、この二人。ボケる主人と突っ込む眷属、おかしいぞ。聞きたいことがあるようですね。歩きながら話しましょうか。これ二人一組じゃなくて四人一組だな。場内爆破は反省室、
怪我人いるところに神団長あり、山火事は一巻の終わり。これはクレイの騎士団で生きるための心得だよ。Ayo semuanya balik lagi ke cerita penting ini. Nah, ini gue mau ngelarin quest yang udah ada di awal tadi ditunjukin ya, tentang meteorit. Dan ini berhubungan dengan Faisal. Jadi kalian nanti kalau gue gak salah, saat event berakhir kalian bisa mendapatkan karakter Faisal secara gratis gitu. Di sini gue udah nyari tahu sedikit dari grup-grup yang ada ya di Facebook, terutama gue lihat-lihat katanya pada saat misi ini kalian sedang ngumpulin meteorit ya, itu kalian nggak boleh mati entah itu tenggelam diserang monster atau gimana, dan kalian juga nggak boleh teleport gitu. Untuk amannya sih katanya sebenarnya kalau belum terkumpul 7/7 kalian bisa tele, cuma katanya lagi ada yang bilang pas 7/7 langsung hilang semua. Jadi gini, batu meteor itu ada banyak, kalian cukup ngumpulin 7 untuk claim Faisal, cuma gue nggak tahu ini event berakhir kapan. Nah, keberadaan meteoritnya itu sebenarnya ada banyak gitu, nggak cuma 7. Jadi katanya kalau kalian ngumpulin lebih banyak dari 7 itu kalian bisa nukerin meteoritnya itu, entah jadi ditukar mora, buku XP atau yang lainnya gitu. Dan katanya lagi kalian selama periode event ini misalkan sudah terkumpul 7, jangan claim reward dulu. Jadi untuk amannya jangan aneh-aneh lah gitu. Kokonga Kyasarin ga itteta jiken genba Kiyoizumi chou da na. どうやら想定よりもひどいようですね。祝福の鐘が鳴り、断罪の時が来た。あがめなさい、断罪の公女がここに降臨したわ。公女様はやる気満々だな。いや、ファイセル itu memang apa namanya dia itu Chunibyo, jadi ya udahlah.Sekarang kita kelarin dulu questnya ya. Yang pertama ada quest wajib dulu. Bonjin, Blue を許してあげるから、詳細を報告しなさい。誰？突然すみません。患者に関する情報をお聞きしたいんです。ああ、オイラたちは冒険者協会のメンバーで調査の依頼を受けてきたんだ。ああ、そうなのか。昨日の夜、この人が隕石に触った瞬間、気を失ったんだ。君たちも隕石に触れないよう気をつけた方がいいよ。無用の忠告ね。私には秘樹の加護があるの。黒い結晶なんて怖くないわ。お嬢様、公女たるもの、進化の還元は聞くべきかと。仕方ないわ。従ってあげる。お前も冒険者たるもの、忠告は聞いておくべきかと。Ini si Paimon ngapain ngikut-ikut dah? Mi, たまにはこういう口調も悪くないもんだな。私たちの真似かしら。千の世界の悲願をそうやすやすと理解できるわけないわ。まあいい。あなたにとって。断罪の公女の運命は重すぎるものね。いやいや、アトラジェ。インタラクシックは、でも NPC ラインね。ここにも倒れている人がいるぞ。騎士よ、公女の質問に答えなさい。もう一日中眠ってて、目覚める気配がないんだ。ないかな。でもたまに寝言を言うんだ。もう歩けない。少し休もう。何してるんだろう。闇の夢はエデンの果実を加えた獣のようで、
その目は弱者を深淵へと誘う。夢の中で気を引く何かがあるってことか。まだ証拠はありませんが、お嬢様の勘はよく当たるんです。もう少し聞いて回るか。こんにちは。私は患者さんのお世話を担当しているシスターのエドナです。報告なさい。沼のボートよ。すみませんが、こちらの患者は何か言っていましたか。仕事に戻るとか言っていたような。はあ、酒が深く眠っていますね。普通の夢じゃないわ。呪いよ。起こせたりしないのか。試してみたけど、目を覚ましてもしばらくするとまた眠ってしまうの。起きた時何か言ってたか。山の上にいて寒いと口にする夢を見たと言っていたわ。山の上、寒い。雪山の悪魔による呪いかしら。泉の精霊が守る清泉町も悪魔に狙われるようになったの。少し厄介だけど、この私断罪の。邪魔してすまないが、少し時間あるか。あ、ドゥラフだ。何かあったのか。まあ少し言いにくいんだが、裏山にも隕石があってな、エレンのやつが一人で見に行ってしまったんだ。お前たちも隕石の危険性を知ってるだろう。何か起きる前に一緒にあいつを探してほしいんだ。エレンのやつ、こんな時に心配かけさせるなよ。だな。あいつを見つけたら説教しなきゃならん。よし、早く探しに行こうぜ。Interaksi NPC selesai. Sekarang kita ke. Dekat sih bukit ini. Hui. Jadi yang tadi gue bilang itu ya, by the way, yang gue bilang gak boleh telepon itu entah sih namanya bug atau apa, gue gak ngerti juga. Ya untuk amannya kita coba aja ikutin. Dan kalau kalian DC, sedihnya ya, ya itu kristal meteoritnya juga nanti hilang juga gitu. Padahal udah tau gue rawan DC. Yoisho. Semoga aja gue gak DC. Semoga aja aman. Nani serenda? スライムたちが凶暴化してる。隕石のせいか。私の出番よ。あなたの運命はすでに我が手中の糸に絡めとった。はあ、死ぬかと思った。エレン、もう二度と迷惑かけるなよ。ごめんなさい。もう二度と勝手な行動はしないよ。迷惑かけてすまなかったな。後でちゃんと説教しとくから。ちゃんと言うことを聞けよな。何なんだろうな。あ、皇女、その神の目光ってるぞ。この幽水な秘樹に込められた力が運命の挽歌を奏でていることに、こうも早く気づくとは。
神の目って何かに反応するものなのか。世界の湧水、群生のささやき、まがいの呪い、それから、なあ、もう分かりづらいぞ。失礼しました。お嬢様は属性の言葉に詳しくありませんので。だから通訳が必要なのか。私は通訳ではなく、お嬢様の意思を代わりに伝えているだけです。ちなみに神の目に影響を与えられるのは元素力だけかと。うむ、よくやったわオズ。属性に目を塞がれた者はいつも私の真意を理解できないのだから。隕石に元素力があるのか。神の目が光るのはその呼びかけに応えてるから。できるんじゃないか。とりあえず神の目で隕石のかけらを探せないかやってみようぜ。Nah, disinilah kita baru akan mulai mencari meteoritnya. Semoga nggak DC ya. Ini. あちらのようですね。Seperti ini ya. Sihkan meteorit di atas bukit.きれいに片付いたな。これで清泉町の人たちの力になれたかな。元素力のある隕石、これこそが事件の元凶なのでしょうか。祝福の制約の名にかけて、これら隕石こそが悪夢の根源よ。ああLalu, apa lagi? Kita sekarang ke korban lagi. Berarti ini belum quest utamanya ya, yang kita maksudnya belum ke quest untuk dapetin Faisalnya gitu. さっき裏山の隕石を片付けたんだけど、患者さんたちは良くなったか。おかげさまで2人が目を覚ましました。まだ眠いな。この方法はいけるぞ。周りの隕石をすべて片付ければ。ええ、いいお知らせですね。この工場が手を貸したんだから、これくらいの結果がないとね。そういえばさ、夢の中で何を見たんだ。寒い中山道を歩いてたとしか、多分雪山だと思う。Ini ada hubungannya dengan update berikutnya. わからない。夢の中じゃ体が言うことを聞かないみたいで。やはり呪いね。なんて嘆かわしい土地かしら。とにかく隕石を片付けるやり方はいける。あとは効率の問題だ。Selesai. Nah, di sini nih nih yang gue bilang baru mulai nyari meteornya. Jadi nanti jangan diklaim dulu lah ya. Kita kumpulin dulu meteornya. Per peta 7 ini berarti. Pertama kita ke sekitar sini ya.Semoga nggak DC sih. Atau mau gue bikin dua bagian videonya ya? 別の天柱柱に分け与えられた。
Kalau emang mau dibikin dua, soalnya kepanjangan. Oke, kalau gitu sampai berjumpa di video kedua gue. Jangan lupa bantu subscribe video gue. Oke, thank you semuanya.